バンデンバーグ空軍基地からテスト発射されたミニットマン3大陸間弾道ミサイルは有効射程が超長,長距離で北アメリカ大陸とユーラシア大陸間など対応に隔てられた大陸間を飛翔できる弾道ミサイル大陸間弾道弾とも称するアメリカ合衆国やソビエト連邦間では戦略兵器制限条約により有効射程が アメリカ合衆国本土の北東国境とソ連本土の北西国境を結ぶ最短距離である 5500km 以上の弾道ミサイルと定義された。陸上基地もしくは海中の潜水艦などから発射され、ロケット噴射の加速により数百 km の高度まで上昇し、その間に速度、飛行の角度などを調整して目標地点へのコースが決められる。 燃焼を終えたロケットエンジンは随時切り離され弾頭だけが完成により無誘導のまま飛行する。すなわち大砲の砲弾を撃つ場合に目標を狙うために発射時の方の行革や発射薬量を調整して砲弾そのものは自力で進路や速度を変えることがないのと基本的には同じで ICBM もロケット式の超巨大な大砲と 考えることもでき、大陸間弾道弾の名称も多く用いられる。中距離弾道ミサイル、準中距離弾道ミサイルなど他の弾道ミサイルも同様である。ICBM などは目標への誘導は発射から燃焼終了までのロケットの制御が可能な短時間になされなければならない。当初の弾道ミサイルは 無線誘導を行っていたため液体燃料の使用と相まって即時多数発射が不可能であった。1960年代に入ってアメリカのミニットマンは慣性誘導方式を用いるようになったため短時間に同時発射ができるようになった。ICBM の軌道は他の弾道ミサイルと同じく全体的に見ると地球中心を焦点の一つとする。 楕円軌道を描いており、長長距離を飛行するため弾道の頂点高度は1000から 1500km にもなる。通常、その射程は8000から1万 km に達するので、命中精度の関係からすべて核弾頭を搭載している。初期の ICBM は単弾頭であったが、弾頭のマーブ化により、1機のミサイルに複数弾頭を搭載し、 個別目標を攻撃できるようになった。核弾頭は、当初の ICBM の命中精度が劣り、平均誤差半径が大きかったため、メガトン級の大威力のものが採用された。大威力の核弾頭は重く、搭載するロケットも大型にしなければならないなど、問題が多かった。その後、アメリカを先頭に急速に改良が進み、 平均誤差半径は 0.1km 程度に改良され、核弾頭も小型軽量化されている。マーブの実現も、一つにはそうした小型軽量化の成果であると言える。大威力単弾頭より、小型複数弾頭を用いた方が、破壊効率が良いため、弾頭核出力もキロトン程度に抑えられてきている。ロケットエンジンの推進剤には、液体燃料方式と、 固体燃料方式の2種類がある。弾道ミサイルの先駆けとなったドイツの V2 ロケットが液体燃料を使用していたこともあり、初期の ICBM も液体燃料方式であった。これは出力の調整ができる上に大きな力が出せる長所があるため、現在でも宇宙ロケットはほとんどこの方式である。一方で構造が複雑で機体も大型になりやすい。 特に液体酸素や液体水素酸化剤、燃料に用いる方式は、燃料をミサイルに充填したまま保管ができず、発射直前に充填する必要があるため、即時性が低かった。そのため1960年代にアメリカでは固体燃料方式の ICBM が実用化された。固体燃料方式は出力の調整ができず大きな力が出せない欠点はあるが、 構造が簡単で小型かつ安価であり、安全性も高く、即時発射が可能であるので、アメリカでは、これが主流を占めた。一方、ソ連では、液体燃料方式を改良し、ミサイル内に燃料を入れたままミサイルサイロ内で、保管できる、貯蔵式液体燃料の ICBM を多数配備、した。世界初の実用化された、長距離弾道ミサイルは、 ナチスドイツの V2 ロケットであり、第二次世界大戦中の1944年に実用化されている。V2 を発展させ、ヨーロッパよりアメリカ合衆国本土を直接攻撃できる弾道ミサイルとして A10 の開発が行われていたが、開発中に戦争が終結している。V2 の技術は、対戦後に、米ソ両国に受け継がれ、 特に長距離戦略爆撃機戦力で劣っていたソ連は開発に熱心であった。世界最初の ICBM は初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げに使用されたソ連の R-7 である。アメリカで実用化されるようになったのはアトラスであった。アトラスは1959年に実戦配備が開始された。1962年には タイタンアが実戦配備につけられたが、R-7 やアトラス、タイタンは液体酸素をロケット燃料の酸化剤に用いているため、即時発射体制で待機ができず、発射準備にも時間を要する欠点があった。しかし1960年代に入って、貯蔵式液体燃料方式が普及し、ソ連の ICBM やアメリカの大胆通はこの方式を採用するなど、 即時発射の問題は解決した。アメリカでは1962年からミニットマンの配備を始めたが、これは固体燃料を用いたために即時発射が可能であっただけでなく、小型で安価であったため量産され、戦機に達した。1971年には米ソに続いて、中国も ICBM である東風5号の発射に成功した。 それまでの中距離弾道ミサイルがソ連攻撃のためにヨーロッパに配備する必要があったのに対し ICBM はアメリカ本土配備でもソ連攻撃が可能となったことは政治的に有利であった。また初期の ICBM は大規模地上施設から発射されたが後には高端性の高い地下施設であるミサイルサイロ内に収められそこから発射されるようになった。 他にも秘匿性の高い潜水艦に搭載したり、鉄道や大型電話車両に搭載するタイプもある。1993年の第2次戦略兵器削減条約では、米ロが使用する ICBM でのマーブの使用を禁止したが、結局、ロシア側が批准しなかった。その後、米ロ間で結ばれたモスクワ条約ではマーブを禁止しなかったため、 マーブの搭載も可能となった。現在 ICBM を配備、開発している国は、アメリカ、ソ連の核戦力を継承した、ロシア、中国、北朝鮮、インドの5カ国。核保有国であるイギリスは ICBM を配備せず、核戦略を潜水艦発射弾道ミサイルに頼っている。また、フランスは、冷戦期間中に IRBM を固定配備していたが、 冷戦終結後に廃棄した。1970年代には、大陸間弾道ミサイルの開発構想も思ったが、断念し、SLBM と爆撃機で、核抑止を行っている。米国のイコービエメルム1 1 8 AP スキーパーの発射実験により、クエゼリン干渉に落下する再突入体、アメリカ合衆国項目名ソビエト連邦。 ロシア項目名中国項目名北朝鮮インドイスラエルありがとうございます